ートレーサーシアルーキーシリーズ第4戦、日本トーター杯争奪戦、新モーター、新プロペラでのシリーズ、手探りの初日もラストバトルです、ドリームレース、1号艇山口の運野幸志郎、2号艇福岡の松崎雄太郎、3号艇佐賀の上野慎之介4号艇徳島の島村隆義、5号艇福岡の羽野尚也6号艇福岡の中谷隼人、 以上のメンバーですさすがドリームメンバー5選手が前走白星と活躍光らせていますインには1号艇、運野幸四郎です今日はここまでイン逃げ決着ばかりの中唯一まくり差しで勝っている海野さあ先輩レーサーの貫禄で押し切りといきますか2コース2号艇松崎優太郎芦屋はもっ下連続優出中と相性グッドです3コースここ5節で3度の優出とリズムいい3号艇上野慎之介 本番はしっかり枠市長、角に4号艇、島村隆義そして5コースはルーキーシリーズ第3戦の覇者5号艇羽田、羽野直也大外は第2戦を制しています6号艇、中谷隼人3対3です、ドリームレース内側から1番、2番、3番4番、5番、6番の並び1秒前スタートしましたドリームレース第12レース 6選手綺麗に揃ったスリットライン最終 1, 1マークの攻防戦逃げる1号艇の運野幸志郎差し込む2号艇松崎雄太郎間を割る3号艇上のちょっとバウンド内側とらえた5号艇羽野向正面1号艇の運野の懐入ったのは5号艇羽野直也スタートは前提正常でした1番と5番が先頭設定さあ2マークの攻防戦5号艇の羽野直也が先行する1号艇の運野を差してホーム直線コースへ先前振り切ってきた5号艇羽野直也が単独の 少し水がいた1号艇、運野幸四郎は2番手3番手が2号艇、松崎裕太郎レースは2周目に入っています先頭構想は5号艇の羽野直也向正面へ1号艇の運野幸四郎ちょっともたついたか1号艇の運野の,のアウトから2号艇の松崎が届いてきてさあ1番と2番2番手競り合いとなっています 先頭はその間に大きなリードとなりました5号艇、地元の羽野直也さあ2番手、1号艇の運野が回って2号艇の松崎を差してホーム直線コースへ2番手は1号艇の運野がキープ2号艇、松崎は3番手その後ろに4号艇、島村6号艇、中谷3号艇、上野となっています。 最後のバックへ先頭で抜けるのは5号艇の花野直哉です2番手が1号艇の運野幸四郎そして2号艇、松崎雄太郎が3番手さあ最後のバックでもう一度2番手3番手定冠詰まってきました1号艇の運野に詰め寄る2号艇、松崎で最終コーナーです 先頭は5号艇の花直やドリーム制し、今日は嬉しい連勝ゴール、さあ、2番手、1号艇、運野幸四郎が回って、どうやら2番手はキープ、3番手、2号艇、松崎に届いた、4号艇、島村、先頭、5番、ゴールイン、1番、ゴールイン、2番と4番、4番と2番は接戦でゴールイン、6番、3番の順でゴールイン、以上、前提、ゴールインしました。